学校法人、明治学院は、日本のプロテスタント系のキリスト教主義学校の一つ。学校法人にして、明治学院大学等の設置者。本部は、東京都港区白金台。1886年創立。源流は、ヘボン式ローマ字で知られる、アメリカ人宣教師、ヘボン博士の夫妻が1863年に開いた、私塾のヘボン塾より始まる。 日本屈指の歴史を誇る大学であり、2013年に創立150年を迎えている。関係するのは、日本キリスト教会と日本キリスト教団。初期から残る建物である、ウィリアム・インブリーが1897年から1922年まで暮らした旧住居。インブリー館は国の重要文化財、記念館は港区の指定文化財。 島崎東村を排出しており、学院化、中学のすべてで共通しているは、彼の作詞である。明治学院の名称は、創設者の一人で理事の上村正久の提案によるもので、上村のことによれば、明け政治の学問の学校であり、そのいは、明治の時代における学問の伝道であって、明治学院は、明治文化の中に輝くキリスト教教育の代表的学園であった。 キリスト教系、学院は、その名によって、現状というよりは未来に向けての志の大きさを示したものである。創立者、ジェームス・カーティス・ヘボン博士学院長は、大学、中高の教学全般とキリスト教教育、活動を統括し責任を負う。経営は、理事長が最高責任を負う。ありがとうございます。